皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、あるカレーが発売されまして、早速食べてみようということで、ね、買ってきたんですけれども、こちら、はい、濃いカレーということで、まあ、郡山の濃いカレーとありますけれども、まあ、福島県はですね、濃いの生産量、魚の濃いです、はい、それの生産量が、まあ、全国有数ということで、特にですね、郡山市におきますと、市町村別の鯉の生産量では全国1位ということでございまして、今回この鯉カレーが発売になったわけなんですけれども、まあ、もちろん鯉カレーなんでですね、まあ、一般的なカレーに入ってる牛肉の代わりに鯉の身が入ってるわけなんですけれども、単純にその身が入ってるだけじゃなくて、骨ごと入ってるらしいんですね。まあ、骨ごとを食べられるということでね、一体どんな食感なのか、どんな味なのか、早速食べてみたいと思います。はい、それではいただきます。結構ですね、これ大きいですね。このカレースプーンに収まらないくらいのちょっと大きめの身が入ってますね。でこれ骨ごと入ってるらしいんですけど、まあ、骨ごと食べられるということで、さあどんな味がするのかね、ちょっと食べてみましょう。うん、まあ濃いなんで、まあ、淡水によってどうしても泥臭いとか生臭い感じがするんじゃないかと思うんですけど、これはですね、うん、本当に普通のなんか、まあ、沢の水煮をカレーに入れたみたいなっていうか、まあ、鯉をそんなに食べたことがないんで、ちょっとね、比較っていうのはできないんですけど、まあ、生臭さはね、これ全然ないですね。はい。非常に、まあ、美味しいですね。はい。で、隠し味にトマトを使ってるそうなんで、このカレーの、こう、辛さが来た後に、最後にこう、ふっとトマトの香りが鼻から抜けるような感じですかね。はい。ごちそうさまでした。完食でございます。はい、ということで、こういうカレーなんですけど、まあ、辛さの段階でいうと、中辛だけなんですけども、まあそれだけあって、ちょっとね、こうスパイシーな食感を得ることができるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、先ほども言ったようにですね、全然臭みとかいうものはないんで、非常にこう食べやすいカレーなんじゃないかなと思います。はい。でこちらですね、福島県内では3箇所で買うことができるんですけれども、東京でも一応売っている場所があるようです。はい。で今後その販売するお店とかはですね、拡充していくそうなんで、郡山市の、まあ、SNS なんかで発信していくそうなんで、チェックしてみてください。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。